ヤッホーもみです。今回は夏フェスの暑さ対策について皆さんにいろいろ解説していきたいと思います。今回の暑さ対策は、去年私が夏フェスでやってめちゃめちゃ良かったものをこうまとめたので、それをねみんなに紹介していきたいと思います。去年もこういう暑さ対策動画って出してんねんけど、去年の動画は、みんなからこういうのが良かったよっていうのをまとめてあげてるので、よかったらねそっちも見て、自分に合ったものを選んで持ってってほしいなと思います。でこれからもうほんまにどんどん暑くなると思うので、ほんまにもう何かしらの対策は絶対していってほしいと思います。で私はその夏フェスはもうクロークを絶対に使うつもりでおるから、クロークに荷物を預ける前提でいろいろ荷物を解説していきたいと思います。一番手軽にできる暑さ対策っていうのが、ペットボトルの飲み物を凍らす。これが一番やりやすいんじゃないかなと思います。私はだいたいペットボトル500のオーツを2本ぐらいいつも凍らせて持っていくねんけど、そのうちの1本は普通に持ってきます。でもう1本は、凍らせた状態で、タオルかなんかにくるんで私はクロークに預けちゃいます。タオルを巻くだけでも、昼ちょっと過ぎぐらいまではペットボトルの氷って意外と残ってたりするから、私はそんな感じで1本は凍らせたまんま持っていく、もう1本はタオル巻いた状態で、リュックとかに入れといて、それをクロークに預ける、そんな感じにしています。どっちみち飲み物は溶けてしまうから、ぬるくはなんねんけど、前半部分はそれでしのいでる感じが結構あったりするかな。でもう一つ、水筒が家にある人、水筒が家にある人っていうのはちょっとこれやってみてほしいねんけど、こういうさ口が広いタイプの水筒を持ってる人は、ここに大量の氷だけを入れて持ってく、これをちょっとやってみてほしいなと思います。この氷だけ入れた水筒をリュックに入れて、クロークとかに預けとくと、氷だけしか入ってないからあんま溶けへんのよ。そのさっき凍らせた2本のペットボトルが飲み切った後に、新たにこう自分でさ会場とかで買った飲み物を水筒にブワー入れると、もう飲み物が一瞬で冷たくなる。一個こういう水筒を持ってる人は、そういう使い方をするとめっちゃ便利なんじゃないかなと思います。あらかじめ水筒に飲み物を入れて持っていくっていうのも、悪くはないねんけど、飲み切ってしまった時に冷たい飲み物がもうないっていう状態になります。会場にもよんねんけど、フェスの後半戦って売ってる飲み物がどんどん冷たくなくなっていくのよ。でっかいさ氷と水が入った容器にもうペットボトルがブワーって入ってて、そっから取り出して拭いて渡してくれるみたいな飲み物の販売の仕方をしてるのよ、フェスって。その中の氷が溶け切ってたりとか、飲み物の消費量がみんな激しいから、入れたばっかりの飲み物を渡されるとかって結構あるから、もうもらった時点でぬるいっていう事件がめちゃくちゃ起こるのよ。っていう時に氷入りの水筒に一回飲み物を入れると一瞬で冷えるから、私はこういう水筒を持ってる人はそういう使い方するのもいいんじゃないかなと思います。サーモスって水筒会社の人に教えてもらってんけど、水筒に冷たいものを入れるとき、あったかいものを入れるとき、両方そうやねんけど、一回その水筒をその温度にしてあげる。だからこの氷しか入れへん水筒を持っていくときに、一回氷水でこの水筒の中を冷やす。そうすると中の保冷の持続率が上がるらしいので、水筒を持っていく人はそういうのも一回やってみるのもいいんじゃないかなと思います。そしてね、あと飲食の持ち込みが OK だよって言ってくれてるフェスとかは、なんかウィダインゼリーとかさ、そういうゼリー系のものを凍らせて持っていく、これもいいんじゃないかなと思います。もう夏フェスってもう暑すぎて食欲湧かへんみたいなことってほんまに起こんのよ。でそういう時に凍らせたゼリーとか持っていくと、お腹空いてなかったとしてもとりあえずなんか水分代わりには摂取できると思うので、飲食持っていけるところは、そういう風にして対策していってもらえればなと思います。でこれゼリーもその凍らせた状態でタオルとかにくるんで持っていくと、割と溶けずに昼過ぎぐらいまでは頑張ってくれてると思うので、そんな感じで自分でね一工夫して持っていくのもいいんじゃないかなと思います。そして個人的に去年めちゃくちゃ大活躍したのがこれ、ヒアタオルです。これマジでめっちゃ良い。これビオレのヒアタオルやねんけど、これマジでバリ重宝した去年。これ包装になってて、一個のサイズがこんな感じ。ドラッグストアにも売ってるから、フェス行く前日とかでもいいからドラッグストアに駆け込んでみて、いくらぐらいやったかな、いくら
で売ってるか忘れたけど、まあ、そんなに全然高くないです。なのでこれめちゃくちゃいいと思うんだけど、持続が1時間ぐらいって書いてあるから、まあ、そこまでずっと冷たいわけじゃないねんけど、まあ、あの一番暑い時間帯、もう1時2時3時ぐらいの時間帯はもうこれあるとめちゃくちゃ快適です。でこれ開けてみると、私が今これ持ってるのが46センチで首掛けができるっていうサイズやねんけど、冷たくてなんか汗拭きシートぐらいの薄さ、まあ、これをこうやってさ背中のところにこうやってかけるとめちゃくちゃ涼しいねんけど、女子のみんなはこれ絶対やってほしいねんけど、これをやるときにあのブラの紐のところでこの両サイドを挟むと、あの飛んだりとかしても落ちひん。男の人はなんかさそういうのないからさ、まあ、あの普通に首にかけてって思うねんけど、女の子はこのブラの紐をこううまいこと駆使してこのタオルを挟むと、もう背中にさぴったりさこの冷たいのが来るのよ。だからめちゃくちゃ涼しいです。で薄いし、でなんか冷たくなくなったなと思ったら会場のゴミ箱にポイできるので、これめちゃくちゃ便利なので、一袋あったら多分一日中使えるし、私これ去年余ったやつやねんけど、一年経っても冷たい。でもうちょっと大きいサイズとかも多分あった気がするけど、まあ私はこの46センチで全然十分やなっていう感じではありました。あとはねこの手持ち扇風機ハンディファン、これもめちゃくちゃ便利でした。まあこれ単体で、ね、持ってくっていうよりは、私はこれと超冷たいさタイプの汗拭きシート、まあ、氷水とか氷結とかもとにかく最強に冷たそうなこういう汗拭きシートとこれを併用すると逆に寒いみたいな感じになる。去年のロッキンとかはさもうこれで汗拭いて、もうこの扇風機をさ服の下からこうやって当てるみたいな、もうなんか寒い寒いっていうぐらいめちゃくちゃ涼しくなったから、この併用をめちゃくちゃおすすめします。あとこの扇風機ね、あの電気使うから熱持ちやすいと思います。なんかスマホみたいな感じですぐ熱くなったりとかするから、扱いにはね気をつけてほしいなと思います。でそれに合わせてなんかスマホの暑さ対策どうしてますかってすごい聞かれんねんけど、私も困ってます。なのでおすすめの対策とかあったらぜひコメント欄にお願いします。あと冷えピタ、去年な冷えピタとかめっちゃいいですよっていうおすすめがすごかってんけど、まあ、個人的には冷えピタはマジですぐ外れるなって思う。もともとさ粘着力が強いものじゃないやん、すぐに汗でベロンって取れるから、まあ、個人的には冷えピタがめちゃくちゃおすすめっていうわけではなかったよってことだけお伝えします。あとはねもうこのリングも、まあ、去年このリングも流行ってさ持ってってる人とかもめっちゃ多かったと思うねんけど、これは灼熱の野外で使うものではないよなって個人的には思いました。夏フェスのためにこれを買っていくぞっていう人とは別に買わなくてもいいんじゃないかなと、まあ持ってるんなら持ってってもいいと思うねんけど、まあ新たに買う必要はないかなと個人的には思いました。でも私家でこれめっちゃ使ってんねんけど、家ではバリ使える、家で編集作業するときとかはめちゃくちゃ使ってます。そしてね、まあ、毎年紹介してんねんけど、まあ、この、 叩いたら冷たくなる系のやつ、これも薬局とかに売ってんねんけど、毎年これ持ってってんねんけど、なんだかんだ今の対策をしてると、まあ、これ使うまでもないことに結構なってたりするから、まあ、これは私クロークに預けるほんまに予備の予備ぐらいの感覚かな。自分がぶっ倒れそうな時ってわかるやん、でそういう時にこれ使って体を急速に冷やすとかっていうのにはめちゃめちゃ重宝できると思います。だからまあ私は1個ぐらい買ってなんかみんなカバンの中に入れてくと、なんか熱中症とかでぶっ倒れる前にこれで一回体冷やせたりするから、すごくいいんじゃないかなと個人的には思う代物です。でもまあ私は使わずに今ぐらいの対策で全然あの1日乗り切れてるから、まあその辺は自分の好き嫌いで決めてもらったらいいと思います。まあ、みたいな感じかな。で個人的に去年大優勝したのはさっきのヒアタオルとこのセット、私はロッキンは乗り切れましたっていう感じなので、皆さんねいろいろ試してみてほしいなと思います。でやっぱりその自分が見たい楽しみたいっていう気持ちと自分の体っていうのは釣り合わへん時が絶対夏フェスは出てくると思います。なのでしっかり水分補給と、まあ、ご飯食べれたら食べてほしいし、まあ、去年ロッキンでは私ほんまに食欲なかったんよ。でもご飯は食べなあかんってなった時に冷やし茶漬けがあって、まあなんかそれやったらギリ食べれたかなみたいな感じでした。食べれる人はしっかり食べた方がいいねんけど、まあ、食欲なくても、まあ、そういうのとかも
最悪かき氷とか、なんやろアイスとかもうそんなんでもいいから、体に何かしらのエネルギーになるものは絶対に入れてほしいなと思います。あとはね、なんか塩分チャージできるタブレットみたいな、あの塩タブレットみたいな、そういうのも売ってたりするので、まあそういうのを持っていくのもいいんじゃないかなと思います。みんながね、体調崩さずに夏フェスをね、楽しかったっていう思い出だけで終われるようにするには、しっかり対策してほしいなと思います。まあ日焼け対策とか服装とか持ち物についても動画出してるので、まあそういうのも見てしっかり夏フェスを楽しんできてほしいなと思います。というわけで、みんなが暑さにぶっ倒れずに最後まで楽しめますように、ということで、まみでした。ほなねー。